おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。夜勤明けってすごい眠いんですよつまりティラ眠いが再び、私ティラ眠いでございます。よろしくお願いしますというわけで、前回はね、勇者になってその後勇者にボコされました。うわー、スライムそんな狙わんといてや、やめて。うわー、ねえねえ勝負。お前魔法使いだったじゃん。しばらく勇者しないと思います今回はモンマス会いきますよ。皆さんお待たせしました。私のモンマスの知識再び披露するときやってきました。じゃあ行ってみましょう。レディゴーよし、やるか。ひなちゃん行きましょう。ひなちゃん勝負だ。どんなパーティーで来てくれるんだい。なるほど。なるほどねー。なるほどねー。大丈夫かな。うん。こちらですね。今回使うパーティーはこちらです。出してみましょう。レディゴー。では紹介します。悪魔神官、ストーンマン、ゴールデンゴーレム登場です。いやー、もうちぐはぐっすね。相性ないですよ、こいつら。なんで出したの。じゃあ行きますか。今回のパーティーはちょっとね、面白いパーティー、マスターのブースキャンをね、うまく使ったパーティーになっております。いや、相手がちゃんとやってくれば、相手によるんだよね。相手によっては刺さるんだけど、今回刺さんのかなこれ。じゃあストーンマンがね、今回立ちふさがるで頑張ってもらおうと思います。まあ、元祖立ちふさがるモンスターですから、ワンから出たね、元祖立ちふさがる味方を守ります。さあ、スライムタワー何をしてくるか。や、ウルトラフラッシュ。ちょっと待って、ストーンマンは全ての属性攻撃に Y。 わーって結局食らうのね。ストーンマン立ちふさがりによって全ての攻撃をね、ストーンマンに集中します。さあ、今度は雷鳴撃来る。おっと、食らっていく。130、さすがの物理耐性を持ってくれた。さすが物理耐性ですね、これは。さあ、化ける。さあ、誰に化ける。ストーンマンに化けました。さあ、向こうがストーンマンに化けて叩きつけるを打ってきます。さあ、どうだ。さあ、ストーンマンがストーンマンに攻撃する。さあ、どうだ。効かない効かないなんと相手の攻撃をこれ無効化してます。なんとなんと無効化。さあ、こっちから返すぞ。いいダメージ。さあ、残りの2体はね、火力に極振りです。飛翔山、はい、うわーおすごいダメージ。いい残りの2体でね、その代わりにダメージで稼いでいきましょう。いいよ。さあ、立ちふさがっていきますよ。ほい。さあ、仲間を守りますよ。こっちはウルトラフラッシュ。赤、避けない。避けてほしいな、ストーンマンくん。今回のマスターのブースキャン、ストーンマンは避けれるようにしたんだけどな。さあ、何来る。雷鳴斬り。まあ、ストーンマンなら打撃は、おいおい、避けていく。見事に避けます。ストーンマンが避けますどうなんやってんの。いくぞ、ゴルゴレ飛翔山、ほい。あ、避けないといか。でも250与えてる。いいよ。さあ、化ける。さあ、化けるの対象も確かこれは一人に集中する。どうだそうそう、化けるもそのおかげで立ちふさぐるが収集するんですよね。なので、たきつけるがさっきやりました。これ効きません。絶対効きません。はい、無効化です。これ当たってないんじゃないですよ。これは無効化なんですよ、なんとさあ、ベギラマいきますよ。残り2体でダメージを稼ぎます。そい、いいよ。ここまでは順調です。3ターン目、残りの2体の火力はやっぱ相応に高くないとダメなんで、難しいパーティーであるんですけどね。仲間を守ります。立ち下がっていく。さあ、竜巻起こし、ついにバキルでは叶えた判断したひなちゃん、竜巻起こしに出ます。痛い食らいすぎでしょ、あなた。いくぜ、飛翔さん。ゴールデンゴレム自慢の飛翔さん、通院よ、マジかいいね。さあ、ウルトラフラッシュ、緑回復、避けるー、ラッキーラッキーすごい回避率雷鳴斬り、まあまあ、これも当たっても130ぐらいですよ。まあまあまあ、全然ですよ全然ですよ。もう
さあベギ玉いきます。ただ向こうの勇気がものすごい溜まっております。ここは光の玉使っときましょう。ここは光の玉で勇気はちょっとちょっと勇気の差がものすごいです。さあ向こうはマリベルが歌い出す。このターンなんと死にません。これ前の動画にもありましたね。このスペシャルカード強いんですよ本当に。さあこっちで光の玉で勇気を貯めましょう。これ勇気の差がトントンぐらいですね。ストーマン立ちふさがってくれ。あーダメか、それはやばい。立ちふさがらなかった場合向こうの2体に集中します。あー何をしてるか。そらそうなるよ。悪魔神官に化けられたらやばいって。ちょっと待って待って待って、俺の計画が変わってきて、俺の計画が変わってんだけど。ちょっと待って、俺の計画が変わったんだけど。ねえ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 、違う違う違う、それは違うじゃん。痛いじゃん、めっちゃ痛いじゃん。何これ。ちょっと待って、俺の計画が、俺の計画が違う。ねえ痛いって。ねえ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 、俺の計画が、ちょ俺の計画が俺の計画が全然違ってきたぞ。おい優香くん、叩きつけるぞ。うさあゴールデンゴーレム、バギマ、なんとバギマ。大丈夫君たちは。バギマじゃ倒せないでしょうが。ことごとくみんな違う技を打ち始めた。ちょっとちょっとちょっと想像と違うことすんのやめようや。おい復活するぞこれ。わあいい勝負になってる、めっちゃいい勝負になってるぞ優香くん。さあ最終ターン、さあこのターンで決まるでしょう。僕は優香くんに信じてみますよ。守ってくれます彼が。いくぜ、立ちふさがる、俺が守る。いくぜ飛翔さん。そうこのターンでストーンマンが受け止めてくれるから、あと2体で仕留めろ。何来る、ウルトラフラッシュ。なぜお前はストライクを出さない。うわあ避けてくれ避けてくれ。いや待って待って待って、雷鳴切りだよ。なぜお前も三日月の剣技を出さない。なぜ打撃で来ない。単純なバケルだ、大丈夫だ、バケルは大丈夫だ、絶対大丈夫だ、バケルなら大丈夫だ。大丈夫、叩きつけるのは食らわねえよ。叩きつけてこいよ、食らわねえんだよ。打撃は効かないんすよストーンマンには。こっから悪魔進化のベギ玉で勝ちっすよ、もうここまで来たら。さあ火力でいこう、いくぞベギ玉、せーの、はい、よし判定勝ち、やったー。これこれこれちょっと違うな、俺ちょっと違うな、まあ、勝ったからいいや。いやこれは面白い、これね口で説明できないですね、何が起こったか。解説よろしく。
やもう打撃効かないんだったらいっそですね、しおちゃんのお呼びして、うちの三宝ちゃんのね、打撃効かないって言うんだったら合体モンスターも受けきれるんじゃね、もしかして敵はなんと、力の数値をね、合体モンスター中ナンバーワン鬼コンボ登場鬼コンボ受けきれるんじゃねこれしおちゃん完封できるんじゃね、しょう、ゆうかくん、俺がみんなを守ってみせる、ストーンマンにダメージ与えれるか、痛恨ウルトラセーブ、うわお、それは避けれないか、あーそっか、会心守りか、おっと外すとストーンマン何でも受けきるが証明される、避けられる恐怖のコンボが振り押さえます、さあゆうかくんがどうだ、外れるウルトラスタンプまで無効化できんの、力300超えてんねんねこいつ効かない、効かないっすね、うん、効かないっすね、あ、外れますね、効かないっすね、これ圧倒的ですね圧倒的っすね、鬼コンボの呼吸を効かない、そして残りの2体で攻める、なんと戦略的な勝利これはすごいな